はい、皆様こんにちは。港アクア推しの人です。今回はですね、昨日あった凱旋門賞について話そうかなと思います。それではよろしくお願いします。私一人で語るのも寂しいので、東北キリタンを呼びましょうか。東北キリタン、お願いします。こんにちは、東北キリタンです。凱旋門賞について語るのか、わかりました。よろしくお願いします。とりあえずまずは、凱旋門賞の人気から見てみますか。一番人気はなんと日本馬、タイトルホルダーなんですよね。これは期待したいところですね。ちなみにドウデュースは3番人気です。ふむふむ。なるほど。残りの日本馬2頭は、9番人気と12番人気か。この辺は期待できない。けど、やはり、私はタイトルホルダーに期待したいです。頑張って逃げてくれ。で、ちなみに凱旋門賞、距離は2400メートル。はじめの方、直線が多くて途中でカーブが入り、最終コーナーが短いとなってます。なるほどね。とりあえずはじめの方でスピードを上げすぎると、最終コーナーで本領発揮できなくなるからね。あ、ちなみに凱旋門賞に出て惜しかった、2着馬がオルフェイルとエルコンドルパサー、それに中山フェスタの3頭になります。ここの3頭の凱旋門賞の様子を見てみましょうか。それではどうぞ。まずはオルフェイルからどうぞ。さあ、最後の直線。今、最後の直線に各馬が入ってきます。行け、オルフェーブル。日本の夢を乗せて、さあ行け。上り 530m だ。先頭はこの辺りで変わっているか。ミアンドルが先頭か。ミアンドル先頭か。ゾルミアか。そして、外からクリデの馬体が来たぞ。日本のオルフェーブルだ。外からオルフェーブル先頭に変わった。残り 300m。オルフェーブル先頭だ。そして、内からマスターストローク。残り 200m。先頭はオルフェーブルだ。栄光まで、あと 200m。先頭はオルフェーブル。しかし、外からもう一頭怖い馬が来ている。ソルミアが来ている。しかし、先頭はオルフェーブル。当てるかどうか。外からソルミアが迫ってくる。オルフェーブルか、ソルミアか、わずかにかわされたか。次はエルコンドルパサーをどうぞ。外を過ぎてタイガーヒル、単独2番手。ボンジはどうか、ボンジはどうか。現在4、5番手のインコースを狙っている。第4コーナーカーブラン直線コースを向いた。あと500、あと500。先頭はエルコンドルパサー頑張れ。リードが2馬身保っている。エルコンドルパサー先頭だ。リードが2馬身保っている。さあ2番手、2番手横に広がってきた。懸命にグリークダンスが突っ込んできた。グリークダンスが突っ込んできた。エルコンドルパサー先頭を突き放す。リードを2馬身から3馬身取った。エルコンドルパサー強い。リードを3馬身ぐらいで200メートル通過していく。凱旋門賞目の前だ。凱旋門賞目の前。しかしモンジュが来た。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 半馬身。エルコンドルパサーが頑張るが、外からモンジュ。モンジュが先頭。モンジュが先頭。2番手にはエルコンドルパサー。モンジュ。モンジュ1着で今、ゴール。エルコンドルパサー頑張った。最後に中山フェスタをどうぞ。馬群が動くような形になっていますが、中山フェスタが今動き始めまして、コーの外ちょっと詰まり加減ではありますが、今5、6番手の位置に上がっていきました。ビクトアレプサは後方です。さあ団子状態、20頭団子状態で、さあこれから最後の直線コース。さあまずは先頭どうか、間からケープブランコ、そして中山フェスタ、中山フェスタ間から追ってくる。中山フェスタ先頭に変わるか。中山フェスタ、中山フェスタ先頭か。外からマリノス追ってくる。大外からはサラフィナの追い込み。サラフィナ間はユームタイ、そしてワークフォースが打ち、中山フェスタ、ワークフォース2頭が並んでいる。外からサラフィナ、さあ中山フェスタが、ワークフォースか。中山フェスタ2番手、ワークフォースわずかに先頭。ワークフォース先頭、中山フェスタ2番手、中山フェスタ2番手だ。ワークフォースが制した。どうだったでしょうか。なかなか惜しかったですね。果たして凱旋門賞2022は日本馬勝つのか。それでは見ていきましょう。どうぞ。日本馬勝ってくれ。凱旋門賞ゲートイン完了です。スタートしました。雨に煙るスタート地点、そこからまずは押してタイトルホルダー先頭を奪いに行きました。タイトルホルダー先頭です。6番ディープボンドも好スタート、さらには14番アルピニスタ、左右内からは16番アルハキーム。強い雨の中、各馬が先行争いです。外はブルーム、7番ブルームもホイグループに上がっていきました。その後ろからは10番メンドシーノ、8番ステイフーリッシュ、中段の外目並んで18番ウエストオーバーです。さらには15番バデリもこのグループに続いて、その後5番アレンカーが行きました。さあ日本の19番ドーデュースは現在後方から
3、4投目のインコースという形で坂を登っていきます。インコースからスルスル14番アルピリッサ、6番ディープボンド、これも手が動いている。並んで18番のウエストオーバー、さあ最後の直線コースへと入っていく。11番タイトルホルダー先頭で直線コースへと入ってきました。2番手が7番ブルーム、内から14番アルピニスタ、まだ楽か、外からは16番アルハキーム、さあ追い出した11番タイトルホルダー先頭、2番手楽な手応え14番アルピニスタが捉えていく。3番手は外16番アルハキーム、間は15番のバデーにタイトルホルダー苦しい、下がっていった。1番外2番のトルカーターダストを追い込んで200を切った。14番アルピニスタ先頭リード2馬身、2番手バデーにアルハキーム、追い込むトルカーターダスト、トルカーターダストとバデリが追い上げてくる。先頭アルピニスタ、アルピニスタ、アルピニスタが先頭、バデリが追い詰める。アルピニスタゴールイン。ああ、タイトルホルダー少し仕掛けるの早かったですね。もう少し抑えれたら勝てたかもしれませんね。果たして結果は？結果を持ってきました。タイトルホルダーは11着、ステイフーリッシュは14着、ディープボンドは18着、ドーデュースは19着という結果になりました。残念ながらも。ちなみに1着の馬は？ちなみに1着はアルピニスタです。今年も勝てなかったということです。次回こそ勝ってほしいです。期待してます。凱旋門賞に出た馬たち、お疲れ様でした。それでは、この辺で私は失礼します。それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。